トムロフトのレース場と飼育日誌。ハタと一緒に遊びましょう。おはようございます。3月5日、金曜日の朝です。今日の空模様です。東の空から、雲の多い空になってますけども、雲はまだそれほど厚くなく、雨の降る気配はありません。 天気予報では昼過ぎから雨になるという予報出てますけども、えー、まだその兆しはないみたいです明るくなるのが遅かったので今日の社外時間が少し遅くなってます鳩さんおはようございますおはようございます今日の棚の上の位置は請求のオスですねまあいいつもここにいる 請求のースですオっポが半分ないやつですねかわいそうなんですけども床の糞の状態です入り口の方から奥の方へカメラ動かしてますけどまあ、うん、少ないから糞も少なくて特に変わった糞ン鳥もいないですね旧車の中の気温です8.5度今日は暖かいですね 寒暖のの大きいこの季節です車外をししました選手バト現状8羽ですからねそれにプラスアルファ何匹かストックバードが入ってますんでまあ10羽とか11羽ですよね飛んでるのはねうん見た目寂しくて少し離れちゃうとどこ飛んでるか分かんなくなっちゃいます 今日の車外はいかかがですかね昨日はもう全然だらしのない飛び方で、えー、まあ初車外だからしょうがないなと思ってたんですけども車外再開2日目になりますので少しは飛んでほしいなと思ってます。昨日よりは飛び方がいいと思うんですけどもでもこれ滑空滑空も多いですね。まだまだ気合いが入ってません。 この調子ででで飛んだんんだだだはまだままだダメですね本格的じゃありません多球車の鳥も現れないみたいだし少しはこうよその鳩が来てかき回してほしいなあうん猛きも,も私のところは来ないんで幸せなんですけどもこういう時は少し脅かしてほしいななんて思ってます。 毎日モキの出てくる旧舎のことを思うとこんなこと言うと怒られちゃいますね。あまり行わない強制遮外を今日行いました。うん黒いビニールの旗ですね。ハトは少しやわ驚いてくれたみたいで、えー、少し高めの位置を飛び始めました。 羽ばたきもどうですかねなんとなくこうキビキビしたような気持ちになりますけどもうーんどうでしょうこれが長く続けばいいんですけどねうんよしよしこの1を離れてるのはこれ種畑小屋にいた鳥を選手畑に持ってきた鳥ですねこれ、えー、グランドを記録した鳥です。 13年生まれですね今年は作出してなかったのでセンシュバット級車の方に配合した時に移しました今外に出て一緒に飛んでるんですねやっぱりこう社外をずっとしてなかったのでみんなについていけないですよね1話だけ遅れる感じがしますいつまでも旗を出しておくことはできませんのでまあ、10分ぐらいしましたら旗は片付けようと思ってます 旗を下ろしましたら、鳩も降りてきました。今日の飛翔時間は20分ですね。まあ、飛ばないですね。この波数ですから、いやむを得ないところもありますけども。うーん寂しいですね。これじゃあ鳥全然仕上がらないから、次の地区へぬうん、結果はもうおのずと知れたもんですよね。 帰ってくるのが精一杯っていうところですね。帰って来ればおんなじかな、えー。そんな感じです。今日は強制車外と、うん、締め出しということで、えー、入車口を閉めてます。しばらくこう車の中に入んない入れさせないで1時間ぐらいはこのまんま外でこうフラ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 。ふら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  えー、遊ばせたいと思ってます今日はちょっとだけの強制車外と締め出しということで鳩の調整をしていましたちょっとだけの強制車外をしても鳩はやっぱり飛ばないんですねやっぱり飛びたい気持ちにさせないと、うん、いけないみたいです えー、今餌あげてるんですけどね餌の量を随分減らしてるんですけどもそれでもやっぱり食べる勢いがこうないですよねもっとこうガツ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 食べてくれればいいんですけどもまだまだ、えー、その状況ではないみたいです。まあ、もう少しこれを継続してもっとガツガツ食べるような鳥の状態に持っていきたいなと思ってます。 あと、車外ですよね。飛ばないのはしょうがないんですけども、やっぱり30分ぐらいはなんとか飛んでほしいな、なんて思ってます。はい、こんなところで本日もお越しいただきありがとうございました。また次回もお越しいただきたくよろしくお願いします。失礼します